今日はね、母ちゃんがね、家で貯めてる貯金箱を持ってきてくれたのよ。一緒に数えてくれるって先生が。お付き合いください、皆さん。ほら、どうやって使うの？これ開けるの？これ開かないの？うん、リアルに？うん、これ10万バンクって書いてあるから10万貯まるみたいだけど、どれぐらい貯まってるかだね。うん、結構ね。おい、頼むよ。何が出るかな、何が出るかな。郵便局でお金にしてもらえるよね。どういうこと？1000円とかで。多分ね、何これ、何1円とか2円とかそういう話。うん、10円玉とか。うん、ここに入れて持って帰るよ。ビヨーン。お前何それ、なんでそんな今日格好なの？寝巻き？いや、ちょっとで、うん、胃もたれ。胃もたれの意味が、何食べたの今週ずっとね。うん、お腹の調子悪かったじゃないですか。悪かった。治ったことはケンタッキー食べたの。うん、胃もたれ。そんな一回食ったぐらいで胃もたれするか。朝晩、あ、昼晩、昼も晩も食ったのはケンタッキー、うん、チキン、しかもレッ、なんかレッド、辛いやつ食べた。はぁ、あ、1個入ってるわ。てかお前、千円札とか入ってんじゃん。千円札、うん、あ、なんか落ち、家に落ちてるやつとか。お前のか。あとほら、洗濯機回すとさ、洗濯機の中に100円玉とか落ちてるよ。そんなことねえわ。一回もねえわ。あ、それ取られてるよ。え、そうなの？家族の誰かに。そうなの？うん、よっしゃ。あー、じゃじゃーん。数えてみよう、数えてみよう。ほら、洗濯機結構、ほら、こんないっぱい入ってるよ。びっくりした。うん、じゃまず洗濯から1万1万2枚2枚3枚4枚4枚5枚5枚6枚6枚これで6000円な。500円玉2枚7、8、8、100円玉いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、9000円。9000円。うん、1万円ギリないかな。1、1、2、3、4、5、549円。9549円と、なんかよくわかんねえな。何これ、何どうしていいかわからんの。何セントみたいな。両替してー、イエーイ。結構頑張ったね。ゆるい回だな。ちゃんもうちょっとさ、なんか、うえーイエーイってなんないの。うえーイだよ。これで今日買おうかなと思って。4ジャスコだわ。ジャスコ、うん、何が買いたいの。ガスコンロ。あ、ガスコンロ。うん、でも、今パンツとかも欲しい。ジャスコ、ジャスコ。これが邪魔だ、そのなんかさ。これ、うん、あ、それをさ、これに入れます。ほら、これ思い出だ。これ使えらへんだけど、これ思い出。あとは全部一緒でいいや。コンロって9000円、4、500円で買えるの。買えるでしょ。デオデオとかで。デオデオとかで。うん、じゃあこれで私今日買い物に行くぞ。わかった。イエーイイエーイ。今日はこれだけの回でした。まあ初めてこれで開けられたし、ちょっと良かった。なんか開けたことなかった。初めて使った、うん、うちも初めてちゃんと貯金箱っていうものを開けた人生でね。え、うん、10万円玉って書いてあるのに全然貯まってない。また頑張るぞ。そうだね。あー、食べましょう。バイバーイ。何の会じゃこりゃ。ひかちゃんがね、ゲリラがプールに今行きました。これだけじゃ面白くないでしょ。ね、大事そうにこれまでつけてここに置いてありますけど、使っちゃうもん。なんかガスコンロとか言ってたけど、ちょっとどうする。行ってきます。よっしゃ、行くよ。買ってきました。おかえり。腹が痛い。腹が痛いね。いろいろ買ってきてあげたよ。何それ。なんかお金持っててもしょうがねえだろ。
これを非常食に変えてきた。ガチで、ガチで株主優待とか。うちのお金はなんかものばっかり買ってきたから選んであげたから。財布出して。財布。なんだ。持ってない。いやーいろんなものが買えるねー。カップラーメンなんてさ、これよ、これ非常食だろ。これカップラーメンなんてね、本当に。いろんな大きさがこう変えるわけ、大中小とか。ほら、いいだろ。はぁ、そこをとかね、初めてなのこんだけ変えるからね。あと、あんた大好きなカルピスだよ。ちょっとまあ、元気出すためのレッドブルでね。あとは、やっぱり今の世の中はプレジデントだ。いらないよ。頭の良くなる IQ。 いらないよ。風船、まあ、こういう風船、カロリーメイド、あとは眉毛描くやつ、以上。嬉しい。店員さんに何も言われなかったです。ん、店員さんに何も言われなかったね。どこかでじゃないですかって言われない。ここで大体こんなん売れてるの。ローソンは何でも売ってるわ。え、待って、お釣りはちょうど。ジャスト。いらないよ。あ、ちなみにローソンのポイントだけは付けさせてもらった。犯罪だよ。犯罪。じゃあ僕、今日は救急当番だから行ってくれ。もう始まっちゃうから。じゃあね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 。ガチだよ皆さん、これガチ。ガチでお金取られたの。最後までご視聴いただきありがとうございました。エビ先生ひかチャンネルでは日常の疑問にお答えしたりするつもりだったんですけど、最近は楽しく愉快な元気なことをやってます。インスタも始めたので見てください。よろしく。よろしくね。チャンネル登録、いいね、よろしく。よろしくね。